続きまして、労働者共同組合の事例紹介を行います。最初に、熊本県熊本市で設立された、労働者共同組合ある区の事例を紹介いたします。ご紹介は代表理事である、広野ルミ子様にお願いしております。それでは広野様、よろしくお願いいたします。皆様、こんにちは。 ただいまご紹介いただきました。熊本から参りました。労働者共同組合、歩く理事長をしております、広野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、早速、あの、事例の報告をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。えー、私たちの法人の 基本情報を入れております。これが今年の9月現在の私たちの状況ですね、はいえー。事業内容としては生活介護、障害福祉サービスの生活介護を熊本市の東区で展開しております。出資金の額は1人1、えー、口1万円というふうに想定しまして、今出資総額を10名の組合員で371 口というふうになってますけど「歩く」というあの法人名はフィンランド語で「始まり」という意味がありますと。偶然私が夜中に眠れなくてつけたテレビ番組で、えー、共同労働の特集をやってましてその中で、えー、法制化されるんだということが紹介されていたんですね。 でそれを見ていた時にあなんかこういうあの考え方に集まってくる仲間とならなんとなくあの私がいつもこんなことしたいなと思っていることがあのできるんじゃないかなという思いを本当に強くあの抱きまして、えー、本当夜中12時近かったんですけどあの思わずあの友達に LINE で今ねってこういうのがあってたのよという報告をしたのを今思い出しました。 どうして私がそういうふうな思いを持っていたかというとあの障害児とか社にあの関わるような仕事をずっとやってきたんですけれどもやはり子どもさんやあの大人になってからでもそうですけど障害が重いほど受け入れてくれる受け皿というのがとても少ないという現実またあの親の高齢化に伴う 老少介護の現実が本当に私の同世代のお友達の親御さんにはもうあの今まさに切羽詰まったような状況を日々見ていましたので、えー、何かそういうお友達として今まで長く付き合ってきたお母さん方の助けができたらいいなぁということを常々思っておりましたまたあの福祉の現場で働いていた時にはですねなんかあの 既存のサービスでは本当にあの補えない小さな困りごとがやっぱりあの生きていく上にはたくさんあるんだなということが見えてきて、まあ、そういうことをちょっとここぐらいやってあげたらいいんじゃないって個人的には思うんですけど大きな組織の中ではそれを一人がしてしまうとこの人はしてくれたのにあ,のあっちの人はしてくれないとかですねやはりあのチーム として働くべき職場を満たすようなことにもなりかねませんし、やはりあの現場の思いだけではなかなか動けないという現実が常にあったなというふうにあの思っていました、えー。そしてまたお母さんたちもですね、どこかに預けられたらいいなと思われるんですけど、今実際あの入所施設の,あの待機者数っていうのを皆さんご存知。 の方もいいらっしゃると思いますけど少なくても3040多いところは100名を超える子どもさん方をですね待機待ちとして抱えている施設がたくさんあります、えっと、まだ若い年齢の方たちの待機が100人にいたらですねあの死,ぬ死んでしまった後に順番が回ってくるっていうことも容易に想像がつかれるかと思いますけどもう大きな入所施設は今後できないということになっておりますのでいかに地域で。 あのそういう方たちの生活をできるだけ長く続けていくために支えが必要かということが本当にひしひしと毎日感じていたということですそういう思いがありましたのであのすぐにもうテレビ番組が終わってすぐだったと思いますけどネットでいろいろ検索しておりましたらあのガイドブックがあ,のあ,ありましたので。 あのすぐネットでポチッとガイドブックを取り寄せて勉強をしておりましたら、えー、ワーカースコープのセンター事業団九州本部の方からですねあの直接あのご連絡をいただきまして私の自宅だったんですけど自宅までわざわざ出てきてくださいましたあのその頃私はあの任意団体で障害を持ったお母さんたちと一緒にあの相談室っていうかおしゃべりサロンのようなことをですねあの 自宅の椅子でやってておりましてあの本当に私の家にあのセンター事業団の方が来てくださってですね何回かあの通り過ぎたって言われたんですけど普通の家で何してるんですかみたいな感じであの来てくださって丁寧にあのこの労働者共 共同組合のののこととをあの説明してくださったのが最初の出会いとなりました、えー、その時にですね熊本のメンバーでもあのこういうことに興味関心を持って Zoom で定期的に研修をしているんですよっていうことを教えていただいてそのメンバーがですね結局は仕事で顔見知りの方たちばっかりだったので、えー、すぐにそのミーティングの輪に入れていただいてずっとあの勉強をさせていただいたんですけど。 まあコロナの影響もあってなかなか先に進めないという状況が長く続いていきます。と2022年の令和4年になってからですね1年後になるんですけどまあいよいよちょっとあのこんなことしたいねばっかりの話じゃなくて本当に設立に向けてあのやる気があるのかないのかをみんなであのちょっと話を しようとじゃあこのままワ,あのワーカーズ・コップの皆さんにもですねだらだらとお付き合いいただくのもいかがのものかと思いましたのでそこで本当に何かあの自分たちやるのかやらないのかっていうあの話を実際にしたのがもうこの令和4年の6月になります。そこでで残っって自分たちでややぱりやろう 言ってくれた仲間五人と、いよいよ法人の設立に向けてですね、動くことになっていったというふうな流れになります。えー、と私たちの事業計画ですけれども、えー、まずは、どこでその事業を展開するかという場所が決まらないとですね、えー、とその申請の 書類を出す自治体も決まらないということで、えー、やりたいことは生活介護ということでみんな一致したんですけれども、えー、まずは送迎車を何台も止められて入浴支援、昼食の提供が可能な物件を探すんですけれども、なかなかそれに見合う物件がありませんでした。 広さは十分だけど手を入れてもらったら困るとかそういうふうな事業に使うんだったらやっぱりいろんなところに傷が入ったりですねあのいろいろあるのでそういうところにはちょっと貸せませんというようなことを言われたりですねもう本当に物件が見つからないんですけど、まあ、あの見つけながらあの定款をちょっと作ったりですねあの申請書類の作成の準備などを進めていきました。 あと、資金計画もですね、一口1万円の出資で、まずは、まあ、霧のいいところで100口をみんなで出し合おうというふうに決めて、えー、法人の設立時は100口を目標にみんなで出資金を集めています。えー、その後ですね、えー、経営がプラスに転じるまでに必要な処刑費、やはり、あの、先ほどお話にもありましたけれど、人件費ですとか入居費、また設備投資費と、うちは送迎も するというふうにしておりましたの、ね、で送迎車のあの手配とかですね、いろんなことを考えるとまあまあえっと生活介護は結構大きなお金が必要だなということでそれをどうやって調達していこうかというふうな具体的な話もそこの辺から始めていますね。で、急展開一気に法人設立となったんですけど、まだゆっくりゆっくりあの申請する場所も決まっていないのに、えー、申請の候補に挙げていた。 地域のですね指定枠がちょっと大きなあの社会福祉法人さんがどんと枠を抑えてしまわれたという情報が入ってきましてもう私たちはあの熊本市のたった1枠残っていた生活介護の、えー、枠をあのもらって事業をするしかないというふうな状況にあの逆に追い込まれてしまったことで。あの 一気ににここととが進むことにあのなってしまいました。それはもう意図しない,しないことだったんですけど、まあ、それのおかげで何かあの必要なことがどんどんと進んでいったというふうなあのことになります。 えー、ただ、あの定感などはですね自分たちで話しながら一行一行こう確認してや,やっていたんですけどちょっとそれが間に合わないような状況に追い詰められてしまったので、えー、とそこの部分はですね、えー、とちょっと専門の先生にお願いをして定感の確認とですね私たちがやっていたことの訂正等をしていただくことに、えー、しております、えーと。その時先生はとっても こんな誰もやったことがないことを僕はやりたくありませんと言われたんですけどもともと障害福祉の窓口にいらっしゃった先生であのとってもあのいい先生で信頼できる方だって分かっていたのでちょっと無理を言ってお願いしたらあの3日間ぐらい考えられたと思うんですけどじゃあ僕でよければと言って心よく引き受けていただいてそれからずっとですね私たちのことをあの今も あの相談に乗っていただいて支えていただいているような関係のこと入り口になった出来事でございました。で、えー、次ですねもうやっとあの設立総会が今日の7時からっていうふうにあの決めた日にですねあの思わぬところであの友人が声をかけてくれまして自分のところの空いた土地に あのうちでよかったらちょっと建物を建ててお貸しすることができるんだけれどっていう声をかけていただいたのがその設立総会に決めた11月15日だったんですけどもう本当にわっとそこではみんなで喜んでもう夢のようだねっていう話をしてあの登記をしあの法人が設立できたっていう流れなんですが。 熊本市はですね、えー、と法人でないと,、えー、と生活介護の、えー、と指定を受ける申請を受け付けてくれませんので、えーとその、それに合わせて私たちは法人の設立を急いだんですね。で、法人として、えー、とその事前相談に応募ができたということで、えー 12月28日ですねもう本当に、えー、令和5年の仕事納めの日の5時過ぎだったと思います熊本市から、えー、指定候補者にあのお宅を選定しましたっていう連絡を受けましたのでそこからあの そのさてがしをしてくれるって申し出てくれた友達にあの私たちはちゃんと授業ができる団体として認められましたのでぜひお願いしますということでお返事をしたのがその年末のことになります、えー、ですからもともとの授業計画では令和5年の5月にはもう授業を開始しようと思って物件を探していたんですが、えー、そこから 建物一から建ててもらうということになったので、まずはそこで事業計画と資金計画の再検討をですね、するということになりました。で、それでも、あのその時の計画では、えー、建設予定をですね、9月中にはもう引き渡しができるので、えー、10月からはなんとか、えー、と、 事業が開始できるんじゃないかという想定で10月1日の熊本市指定を想定してですねあの2回目のえっ、ー、と準備ですね、えー、と事業計画資金計画を立て直したということになりますちょっとたくさんあの写真が入っているページがあるかと思いますけれどもえっ、ー、と建設の打ち合わせにもですね一応 ちょっとこういうぐらいは最低限必要だということをお願いしたりあとはあのもう本当に我が家の一室を事務所代わりにしてましたのでそこで話し合いをしたり、えー、総会第1回目の総会ですねもう何にも事業が始まってないのに第1回目の総会がやってきたというような時の写真が上がっていますそしてこれが、えー、と建設予定地の写真です、はい、地震祭が終わった後なんですけれど その後工事、工事がですね、もう本当に大幅に遅れに遅れたのが、あの、熊本県が地震の後に今度は大雨の被害にあってですね、あの、もう本当に9月でももうちょっとやばいっていうぐらい計画が遅れていたのに、さらに遅れてしまって、あの、資金も本当に大変なことになりました。 で2回目の出資と、えっ、ー、と、あと借り入れをですね、することにしていましたので、もう一度、えっ、ー、と、追加の借り入れをお願いしてですね、あの資金を調達したりしました。えーえーですね 2023年12月の1日、ちょうど法人設立から1年後に、ようやく生活介護事業所メディーが、本当にいろんな方のお助けをいただいてですね、あの無事、開所式を行ったところです。地域の方にもとても快く受け入れていただいて、あの本当に多くの方が、 町内の方もですね、あのそれとあと県の関係者の皆様とかたくさんの方にご臨席いただいて楽しいあの改修式を行うことができました、はいですね、で事業開始からですね、もう今ちょうど半年もうやがて1年になるんですけれども、えー、利用者さんは本当にたくさんですね 増えてまあ、あの私たちがやりたかった大雑把な支援じゃなくてですね利用者さんの個性に合った、えー、日中活動ですとか買い物の支援金銭管理あとは洗濯あのご自宅の衣類の管理とかですね送迎時にご自宅の中のエアコンやあのお薬はちゃんと飲めてるかとか、えー、食事が取れてるかとかそういうようなことをあのいろいろと細かくあの確認をさせていただいたりしております。 あとえ、強度行動障害や医療的ケアの必要な方もですね、多く受け入れておりますのでもう本当に大変なんですが、まあ、あのちょっと事業が開始するまでに予定の倍ぐらいの期間がかかってしまったので本当に資金が底を突き,きかけてどうしようかとなった時にですね、まあ できる範囲で3回目の出資、3回,3回目の借り入れ、そして共同者労働組合設立に伴うスタートアップ補助というのをですね、申請させていただいて、どうにかこうにか今、あのこの場にいることができております。9月からようやくですねあの、プラスに内容も転じてきて、今からですね、どうやっていこうかなというふうにみんなで前向き,前向きな話ができるようになったところです。 えー、そして生活介護事業所メリーが指導して感じる共同労働の新しい働き方と魅力今後の課題なんですけどやっぱり現場にいる私たちが、えー、直接の決定権者であるということのメリットが一番あ,のあって、えー、その場で必要と思うことはすぐに現場に生かすことができています。えー まあこういう支援を地道につ続けていくためにはやっぱり、えー、いい仕事は収益につながって持っていかないと、えー、継続できないということがありますので私たちはやっぱり安定した収入につながるいい仕事をしっかりして利用者さんたちとかです、ね、地域の皆さんにあの 受け入れていただけるような良い事業所にしていきたいなというふうに、今一生懸命頑張っているところです。すみません、なんか先の話が長くなって、重要なところがしっかりお話できなかったと思うんですけれども。また何かあのご質問とありましたら、後半でですね、あのしていただけたらいいかなと思います。どうもご清聴ありがとうございました。平野様、ありがとうございました。 次に沖縄県宮古島市で設立された労働者協同組合、刈又共同組合の事例を紹介いたします。ご紹介は理事の国中義隆様にお願いしております。それでは国中様、よろしくお願いいたします。はい、えー、皆さんこんにちは。刈又共同組合で理事をしています、国中と申します。よろしくお願いします。 えっと、あの、資料の方、じゃお願いできますか。えっと、私、あの、仮股共同組合の理事をしておりますが、え地域の方ではえ、狩又自治会というところでえ、自治会長もしております。えっと、今日はですね、えー、共同労働で実践する地域づくりというあの名目で、えー、発表をしていきたいと思っております。 資料の方をご覧いただきたいと思うんですが、えっと、まず沖縄県の宮古島市私たちが住んでいる狩俣地区の、えー、ご紹介をしたいと思います、あのーまあ、写真の方にもありますように、えっと、沖縄県の沖縄本島から約300キロほど離れたところに宮古島がございますその宮古島の中でも、えー、三角形の、あのー、地形をしているんですが 北端の方に位置しております、えー、人口がですね、宮古島は、えー、5万5千人ほどいますが、私たちが住んでいる狩俣は約460名、えー、約200世帯の小さな集落となっております。 その集落で、えー、共同労働で実践する地域づくりということで、2020年からあの自治会活動をしているんですが、えー、どういった経緯で私たちが、えー、この共同労働、ワーカーズ国と出会ったかということを含めて、えー、お話をさせていただきたいと思っております。 はいえー、まずあの、共同労働との出会いなんですが、えー、2021年の11月に、えー、初めての勉強会、まあ、学習会ですね、をやりました。でこれはあの、ワーカーズ・コープ連合会の方が、あの私たちの,あの地域に来ていただいて、えー、こういう働き方がありますよという、まあ、学習会をやったんですけど、もうあの第1回目から、 これって仮股にぴったりじゃんということであのすぐやりましょうって決めたんですけどあの本当に地域づくりを仕事にするということがあのとてもなんてうのセンセーショナルというかあのこれまで、えっと、自治会活動をやってる上でもちろんあの地域が持つ課題とかそういったものもたくさんあるんですけどあのなんとなくボランティアでやっていてなんとなくあのやってきたっていうのが 本音なんですけど、えー、この働くという意識が全くなかったんですね。あのこれって仕事になるんだろうかというところもあったんですけど、やっていいんだなということも含めて、えー、働く人があのお金も出して、えーまあ、意見を出し合いながらあの、ちゃんと運営をしていくと、一緒に働くと、まあ、本当に借りた自治会にとっても、こういう働き方ができたらいいよねということで、あの当時、 1> 第1回の学習会をやったんですが、えー、もうその年ですかねもうすぐやりましょうということで1年後には設立をしたという経緯がございますあのこちらの方あの私たち7名でスタートしたんですけどワーカーズ・コープ連合会の,あの全面的なバックアップを受けまして設立をしておりますあの7名の,あのカリマタ共同組合 のあのメンバーですけど、あの主婦であったり、現役の漁師であったり、まあ,あの会社員であったり様々な方々がいらっしゃいます。で、私たちの刈又共同組合はあのチーム性を組んでおりまして、それぞれのまあ、得意とする分野といいますかね。 まあ斜め少ないんですけど、例えば漁師さんだったら海のことをやりましょうとか、主婦の皆さんにはお弁当を作ってもらいましょうとか、そういったことを分業制チーム制で行ってきております。あのカリマ共同組合ができてまだ3年経ってないんですがあの地域づくりをあのやっていこうというのはあの自治会の理念とも合致しておりまして共同組合もそれに向けていろんなことをやろう。 まずあの地域づくりをやる前にあの課題を解決するという視点からですねあの、実行部隊を作ろうということもございまして、えー、仮また共同組合が生まれたあのきっかけにもなっているんですけど、えー、とこちらの方はですね、まあ、先ほどチーム制と申しましたがあの個人が持っている能力とかそういったものを尊重しながら、えー、いろんな意見を出し合うというところをベースにやっております。あの 完全に分業ということでもなくて、できることをみんなでやろうというスタイルではあるんですけど、あのあのチームの紹介なんですけど、まあ、どういったことをやっているかというと、あの3チームにおきました。まず、結び屋さん、まあ、結び屋というチームですね。えー、こちらはあの、地域のニーズにあの対応したお弁当作り。刈俣地区はあの幼稚園が復活したんですけど、 えー、そちらの幼稚園のお弁当を作ってくれないかというあの付系のあの依頼も受けまして、えっ、ー、と自治会でもやってたんですけどそれを引き継ぐ形で、えー、主婦の皆さんにあのお弁当や惣菜作りをお願いをして、えー、やってきたということです。でまたあとインパリチーム、ちょっとあの聞き慣れない言葉かと思いますが、あのインが方言で海、パリは畑という。 あの意味ですでこれはあのその名の通りあり海と畑のことをやりましょうということで、えっと、私たちの住んでいるカリマタ地区は、えー、養殖もずくがあのすごいあの有名というか頑張っているんですけどあのそれを生産したいいもずくをちょっと生産調整という形であの廃棄したりとかしてたんですねもったいないよねっていうことでそれもちゃんと売り切ろうという趣旨から、えー、こういったものをあのインパリチームでやっております。 はい、バギー玉チーム、こちらもちょっと方言ですね、あの分け合うとか支え合うというあの意味なんですけど、こちらはの電気自動車、まあ、EV によるです、ね、あの送迎、えー、最近で言うとライドシェアとも言いますけど、えー、そういったもので、えー、地域の,あの困りごと、交通弱者、いわゆる、えー、高校生の通学支援であったり、えー、高齢者の あの通院の支援をやっておりま,すまああのバギダマチームの方はあのキャンプであるとか地域の清掃とか、えー、あと最近増えているのがあの視,視察ですね視察とか研修の対応とかもしております、まあ、こういったあの日常業務に加えまして、えー、図の,あの右側の方ですけど2023年からはこういった活動もやっております あの特に、えーそうですね、あのご覧いただきたいと思うんですけど最近ですとあの空き家あの地域にはちょっと空き家がものすごく多くてですね、えー、と最近は宮古島バブルと言われるぐらいあの地価の高騰であったり人件費の高騰あとは資材の高騰でなかなか若い人が、えー、と家を新築する環境がちょっと厳しいということで、えー、リフォームを中心に空き家をやりましょうということ。 になってますで、えーと、これを、まあ、共同組合であのいろいろ人をつなげてですね、やったりとかしております。まあ、そういった事業をあの地域の困り事を解決するための,あの事業を中心に、えー、我々、カニマタ共同組合は活動を展開しております。まあ、直近ですとあの地域づくりにメタバース、まあ、仮想空間の,ものを取り入れようということで、えー、先日もあの説明会とかをやったんですけど、まあ、これに 伝統継承とか先ほどの空き家とかあと、蟹又自治会が進めている SDGs もあのちょっと欲張った感じなんですけど加えまして今後やっていこうというふうに考えておりますであの組合を作ってよかったこと、まあ、あのまだ3年経ってないんですが、えー、と資料の1番から5番までちょっとまとめさせていただきました。 えっと、ボランティアから共同労働への、まあ、意識の変換ということで冒頭申し上げたとおりやっぱり今までなんとなくとかぼやっとやってたものがあのちょっと私たちカリバタ共同組合は時給1000円を目標にやっているんですけどこの1000円を稼ぐためにはどうしたらいいのかとかそういったです、ね、意見を出し合いながらまた仕事を受けるときにもお願いするときにもちゃんとその値段を意識しながらあのやるようになって で,きましたであとやっぱりあの仲間ですね仲間意識がもともと小さな地域なので同じ小中高一緒だったメンバーがやってるんですけどまあ、より強くこの意見交換っていうんですかあの話をするようになりまして、えー、実践にすぐ結びつくあの自治会とこの組合の間違いといいますか例えばあの仮又自治会でやる場合にはこの仮又という 中でしかあの、まあ、動きが制限されてしまうんですけど、えー、労働組合だとあのカニ股以外のお隣の島にお弁当を配達したりとかそういったあの活動の幅が広がるという部分でもあのより実践的というか行動の範囲が広がったという感じですねで3番目のライフワークって書かせていただきましたけどやっぱりあの目標ができちゃうと なんとなくやりがいが出てくるみたいなところもありまして、えー、と特にあのちょっと手前味噌なんですけど、私のまあ奥さんが同じ組合員なんですけど、やっぱり一階の主婦からまあ経営者になったという感覚ですかね。もうそばで見ていても生き生きしてる感じがして、すごい怖いぐらい <laughs> なんですが、あの本当にこの環境の変化がすごい見てわかるような状況になっています。 であの自分が何をすべきかみたいなところも、ね、あんまりあの常々意識してるつもりはないんですけどやっぱり組合を作ってからはこの地域のまあ存在意義とかどうしたらつなぐことができるのかとかそういうのをたまに、ね、考えたりすることも増えました。であの4番目の連合会との連携によるというところですけどやっぱりあの私たち7名の組合員で小さな組織なんですけどあの連合会に 加盟したことで今100以上の法人組織がありますよね。で、そういう人たちと仲間になってですね、いろんな意見交換というかあの情報も入ってくるんですごいスケールメリットを感じております。まあこれからもあの仕事にもねあのつなげるような形でえ連合会に携わっていきたいなというふうに考えております。あと組合員がいっぱい増えたような感じで楽しいですよね。なのであのやりがいも出てき。 できてるかなというふうに感じています、はい。あと5番目ですね。ここはあのいいところと、あのちょそうでないというかあの、数字がもうはっきりしたおかげで、もうやるべきことがもう明確に決まっているんですよ。今までは先ほども重ね重ねですけど、なんとなくやって、なんとなく赤字になってたんですけど、いや、こんだけ赤字ですとなると、いや、これまずいよねとかそう、そういう意見がいろいろ出て、やっぱり目標がもうはっきりした。 とというところになっております、まあ、この事業計画とか収支計画に関してはやはりまだあの7名の組合の中ではちょっと何ちゅうかスキルが不足している部分があるのでいろんな方にあの助けをいただきながら今後もやっていかないとまずいなっていう正直なところはそんなところですね。 ちょっと参考までになんですが、えー、と私たちのまあ令和5年度ですね、まあ、あの確定額ではないんですけど、ざっくりこのような状況になっています。まあ、あの赤字ということではあるんですが、この中でやっぱりあの人件費、人件費の方はやっぱり組合員のごの給料にもなっていますので、あのすごいこのたくさん稼ぐわけでもないし、 えー、赤字ででもないっていう状況ですねただあのどうしても自治会の課題地域が持つ課題があの例えば弱者ですかねあのボランティア要素が強い部分が結構あるんですねあのお弁当、まあ、こちらの方は1食300円を、えー、3食とかそのいただくお金は1000円未満だけど 人件費と材料費を入れたらもうそれ以上になっちゃうのはもう常々出るものですからこれをどうにかしようということで他の事業でカバーするというのが目標なんですけどやっぱり慢性的な赤字というところがあのネックになっているよねということです、はいまあ、数字の方はご覧になっていただきたいと思うんですが、えっと、それじゃあ6年度どうしようかということで倍々、えー、ゲームで数字があの書かれていますけどこれ目標値になっていますね あの重点目標を決めまして、えー、それぞれあのチームで頑張ろうということにはなっておりますむすび屋さんに関してはちょっと残念ながらカリマタ幼稚園がちょまた休園になってしまったので少し縮小もしながらあの今度はインパリ、まあ、海の部分ですねもずくであったりそういったところの新商品を頑張っていこうというふうに計画をしております。 あとは、あの、バギ玉部門、あの、最近特に、あの、ツアーとか、研修とか、そういったものが、もう、すごい、あの、増えてきてるんですけど、実際、じゃそれを、まあ、お金にしてるかってそうでない分も結構あるんで、ちょっと力入れてみましょうということになっています。まあ、共同組合全体としては、あの、連合会を中心とした、このスケールメリットを生かした活動を展開しようというふうに、えー、令和6年度は、あの、計画をしております。 はい、えっ、ー、と、カリマタ共同組合の、まあ、課題といいますか、目標なんですけど、まあ、今年度ですね。チーム制の再構築。まあ、先ほどあの言った中においても、やっぱり被る部分がどうしても斜めなんで出てくるんですよね。まあ、できることをやりましょうということなんですけど、えー、特にあの空き家。こちらはあの地域の課題でもあるんですけど、空き家を中心にやっていきましょうとあ。これ、森ンガってご存じですかね。まあ えーとスーパーフードと呼ばれているものなんですけど、まあ、これ脱炭素の部分で、えー、二酸化炭素の吸収率が高い植物を耕、えー、作放棄地に、えー、植えまして、あのー、脱炭素の部分とこのモリンガ自体が、えー、食用というんですかねあるものですから6次産業につなげようということになっておりますあとメタバースも、あのー、今力を入れてましていろんな仮想空間と現実空間で あの活動をやって特に刈俣地区ってその伝統芸能とか、まあ、神様ごとあのタブー視されている見ちゃいけないとか話しちゃいけないとかそういったものが結構ある地域なんですけど今までこの多くの、まあ、先輩方が語ってこなかったものをあのどんどんやっていこうということですねなっています。 していただきましたが、えー、目標にもなっています。写真の方ですけどこちらの方はあの右の方はモリンガですねモリンガを収穫しているものです。まあ、モリンガ面って都そばにモリンガを入れまして、えー、6次産業化をし,しているというところです。あとはですねあの取れたばかりのモズクをあのみんなでつかみどいして遊ぼうみたいなっていうイベントをやったりとかしてます。 あのカリマタ自治会とまたカリマタ共同組合まあ両方ありますけど新しい働き方であの自分たちの幸せを増やしましょうとまあそれが結果地域をつなぐことになりますよねという,もう信念理念のもとに、えー、これからも頑張っていきたいというふうに思っております。はいご清聴ありがとうございました。国中様ありがとうございました。それでは二つの事例紹介について。 藤井様より、コメントをいただきたいと思います。藤井様、よろしくお願いいたします。はい、えっと、広野様、えっと、栗中様の事例報告、ありがとうございました。あの。 僭越ながら、あの、コメントをさせて、あの、いただきます。あの、歩くの報告からは、あの、最初の資料の中で、えっと、出資一口金額が1万円って書いてあって、それで、えっと、一口以上という報告があった中で、えー、10名で、えー、10口だから10万円かなと思いきや、資料の中には371口、 という数字が出てきていて、あの、まあ、後からね、あの、報告がありましたけれども、ここがやっぱり、あの、労働者協同組合の組合員が、あの、自らの、あの、責務と権利と、そして思いの結集の数字なんだなっていうふうに、私はその数字を見て、あの、思いました。あの、まあ、状況に応じて、 あの、事業計画や資金計画を変更したり、それから必要に応じて2回目の出資金や追加り入れ、3回目の出資金を行ったりということで、あの、またスタートアップのね、補助金の申請なんかもしながら、あの、本当に、えー、っと、サービスを提供する側も、受ける側も、心地よく働き、心地よく利用できるということを、あの、 えっと、目的として、本当に社会に必要な良い仕事をすることで、収益につなげて、そして自分たちのこの良い仕事を継続していくということ。まさにこのことが、あの、労働者共同組合であるからこそ、えっと、ヒロさんの口から出てきた言葉かなというふうに、あの、報告を聞いてそう思いました。あの、やはり、えっと、 みんなで話し合って立ち上げてみんなで話し合って日々の事業をしているっていうことの強みがこういったあの臨機応変にであるとかその変化があったときにみんなで話し合ってえっと変更したりということがあのできるフットワークの軽さをすごくあの感じたアルクの,あの報告でしたでまたカリマタ協同組合の報告からはあの最初の言葉で 地域づくりを仕事にするっていうのがセンセーショナルだったっていう言葉をあの国中さんから聞いた時にあこの法律できてよかったってまず思いましたあのそうやって感じてくださる方がねいる地域づくりを仕事にできるんだっていうそういうその法人ができたんだっていうことをセンセーショナルだっていう感じてくれる人がいた っていうのをあのすごく感じてあこの法律できてよかったっていうのをまず最初にあの思いましたでこのそのマタの実践からはあの課題解決うのために、えっと、結びやとかインパリとかバギ玉っていったその個人が持つ能力を集めて作った実行チームうーっていうのがまさにあの私もあの説明の中で言いましたけども人員配置っていうか あのこの労働者協同組合の目的にもある、えっと、意欲と能力がこう発揮できる働き方をあの、えー、実践する手法の一つかなっていうふうにあの思いました。で、えっと、実は今日資料にはなかったんですけれども「仮タ版 SDGs」っていうのが。 えっと、あるんですね。で、えっと、それはやっぱり、カリマタという地区をどういう地域にしていこうかという描きの中で、えっと、この地域づくりの指針ができていて、その指針自体が、このカリマタ共同組合の、あの、事業計画にも、あの、具体的につながっているという、あの、ことを、この報告からもすごく感じました。そして、えっと、この労働者共同組合が始まって、 えっと、事業を進めていく中で、共同する、えー、労働者共同組合で事業をするという行為が、本当に人を変えていくんだなっていうことは、奥様の変化で、あの、聞き取りました。あの、まあ、怖いかどうかちょっと私はわかりませんけれども、あの、こういったやっぱり労働者共同組合の、あの、人を変えるっていうね、 あの、関わり方で人が変わっていくっていうことも一つの大きな特徴なんじゃないかなっていうふうに思いました。で、最後に、やっぱり重点目標や計画を数値化、それから文字化していくっていうことの大切さっていうのを、この仮また、 共同組合の報告からもあって目標が明確になることでね、あのより,やっぱり意欲や生産性にもつながったりとかあのやっぱり継続していかなきゃいけないという思いの強さにもつながっていくんだなということをあの今回、二次例からあの私は感じることができました。本当にあの良いい報告をありがとうございました。